こんにちは早川洋平です石原あきらの経営のヒントプラス今日は第414回をお届けします石原先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ20代の方からこんな質問をいただいていますきっかけは先生の著書からですねはいろいろと悩み悩みに悩み先生に質問すれば解決するはずだと思い質問させていただきます、うん、これからあわよくば IPO できるくらいポテンシャルのある小さな会社を見つける方法とそこに入る ためにはということですけども、ちょっと背景も少し読みましょうか。うんうん、都内ベンチャーで働く25歳です。うん、学生の頃から企業を考えており、今の会社に入りました。うん、現在は中小企業向けの ERP を販売しています。2年間で累計120ほど契約、9割は僕が受注しました。しかし、この事業に対してワクワク感じれないこと、未来が見えなかったりなどで転職を考えています。 今の会社ではとてもいい経験をし、フォーステップマーケティングを実践したり、マーケティングから販売、セールスまでの流れ一通り経験できました。また たまたまですが昔甲子園に出てその時の感覚が忘れられず社会で甲子園に出る感覚は IPO が近いのではないかと思い若く感じられるビジネスのもとフルコミットして経験を積んで仕事をし将来の修行をしたいと思っていますですので面白いビジネスにジョインし死ぬほど働いて結果を残し35歳くらいまでに自分で勝負したいと思っています自分なりにはベンチャーキャピタル系の人に聞いてみたりベンチャーのピッチイベントに参加したり人と会うのが一番の情報源になるかと思いますが いかがお考えでしょうかということですけども、うん、いやいや、彼は割とセンスがいいと思いますよ。なんでかっていうと、経営の中で、はい、経営っていくつかの形態があるんだよね。うん、で、ほとんどの経営を、経営とはこういうもんですよっていうふうに言ってるのは、はい、中小企業型の経営なんですね。はい、で、それは何かって言っ業を起こして、会社をなるべく潰さないように っていう安定志向の経営なんですよでこれに対して大企業の経営っていうのがまた別にあってさらに IPO 系の経営があるんですよ、うん、だから一般の経営っていうのと大企業の経営と IPO 用の経営って実は全然違ってるっていうのを大体経営者の人が知らないもんねで彼はまあ大学の頃から IPO ぐらいのことを考えてるので、はい、違うっていうことに関しては知ってるってことですよねうん、うん だから、彼が持ってることは賢くて、はい、IPO の会社を経験しないと、はい、実は IPO で分からないんですよ。うん、だから、本当にそういう最先端のところに行きたいっていうことですよね、はいうん、そのためにできることとして、うん、今、彼は実際、そういうベンチャーキャピタルの人に話聞いてみたり、今、イベントに行ってありますけど、その辺もそんなにずれてない。うん うん、もちろんねただ聞いてる人は全体にちょっとさっきのさ一般的系と大金売る系とか IPO って違うってことを知ってた方がいいって話をするとさ、はい、一般的にはさ会社って起こしたら潰しちゃいけないって思ってるし、うん、生活を安定するために事業って起こすでしょそうですね,ねだからその場合には、まあ、例えば自己資本でものをやったりとかあるいは銀行から借り入れをして経営計画を作って安定して 成長すするるこことと安定できればその上にまあ一定の成長があればいいっていうのが割と中小企業の経営でしょ、はい、で、まあ、大体本ののべては企業も含めてみんな中小企業に向けて書いてるんだね。うん、うん、それは何かというと日本には360万社ぐらいまあ会社があってさ、はい、で上場会社ってそのうちのまあ上の方の 少しだもん、ね、まあ社員はたくさんいるんでビジネスマン向けの本ってなると今度はその上場会社の何万人の社員に対する本書かないとこう出ちゃでね、はいはい、でも経営に関する本っていうのはさ社長の数がだから360万社あるってことは360万人社長がいるわけじゃん。だ銀座で社長っていうとさ10人クイックくんだけど <laughs> 課長っていうとさうーん,なんか2人ぐらいで部長っていうと1人なんでね。 それはは何かかっ,ったら課とと部部ががないと課長は部長がい長長ないよそうですねそもそもでも社長は一人いるからっていう意味でまあほとんどがそういう経営なんだよねで実はそれに対してまた今度大企業ってことになっちゃうと大企業って4年に1回社長が変わってもいいぐらい、はい、まあある意味でここが問題なんだけどつながりを持って連続性のある経営を あの業務提携しながらやっててさ、はい、日本にはその大企業っていう壁があって中小企業が本当に上に抜けていけないっていう感じがあるんだよね。うんはい、でそれに対して IPO っていうのは何かっていうと資本主義社会の仕組みを生かした経営の仕方で、はい、資本主義社会って何かっていうと株式会社制度なんだよね。はい、で株式会社制度って何かっていうと資本と経営が分離してて、はいね、だから一般的な株式会社制度と IPO の言っている IP を目指すところの株式会社制度って全く違うわけよアイディアがあったらそのアイディアにお金を出す人がいて、はい、でその出してもらった人が経営して経営したことの見返りは株の評価になって返ってくるから、うん、銀行からお金借りなくてもいいと、はいね、その代わり人のお金で経営するからすごく厳しさがあり、ね、で出す方も失敗を覚悟で出してるから、はい、チャラになっても大丈夫って。 まあしょううがないい文句は言えませんんよっていうスキームの中でやるわけじゃん、うんはい、そうすると単に安定した会社作ってもさ株価が返ってこないのでうんそうですね。じゃない。資本金出して出しっぱなし、はい、いつになったら評価上がるんですかっていうことになっちゃうんでこれはその IP o 資本主義社会を使った会社経営としては最悪なんですよ。安定していい会社を作ることは目的じゃない。うん、言いいわけじゃん。 そう,ですね、そういう視点ではそう、ね、ということは出したお金が何倍にも返ってくるっていうのが IPO なんで、はい、会社の評価っていうことをまあ基準値で考えた時にはさ世の中をさもう明確に一歩先に行かせる、うん、少なくともその業種業界を激しく進歩させるような価値のある会社でないと実は上場しないんですね。 まあよく言う安定、はい、それから成長するっていうもう皆さんがやってる系とあと大企業の系と全く異質なものが IPO の系なんですよ、うん、まずそこですもんね、うん、ところがねこれがわからないで IP o して、うん、IP o したいってい人がいっぱいいるんですよだから多分この人が勤めちゃった会社は、うん、ベンチャーだと言いながらベンチャーじゃないんです、はい、なるほど本当のそういうい意味で、うん、もしくはベンチャー っぽいことをしたいと思ってるけど、現実には全くベンチャーになってないっていうことなんですね。でそれを彼は気づいちゃったっていうことなんですよ。でなんで気づいたかっていうと、多分 VC とかその人たちに会って気づいたんですよね。うんはい、だからそういう意味では違うところのステージに行かないと自分の人生は全く自分の持ったところに行ってないと。だから口でベンチャーとか IPO しますっていうのと、本当の IPO の世界っていうのは全く違うっていうことを うん分からない人が多いんだよな、これが。うん、だから僕ら IPO しますってお金集めちゃってるけど、<laughs> はい、全然そんなさ、IPO するレベルでなくて、お金集めちゃってる人もいっぱいいて。うん、しますって言ってる人が分かってない,ていなで。しかも、その IPO しますって言うから分かってんだろうと思って、間違ってお金投資しちゃうってうのもすっごく多くて、でもそれは投資したやつの責任だから、はい、もう本当におかしいな IPO もどきみたいのが、もう山ほどあるわけ。 そういういい人の方が多いですか母数としてはえだって IP o できるのって0.7%ららいだからその中で実際今先生がおっしゃってるように分かってる人ってその本当にまたごく一部ですかうん0.7%の人し、うん、だから僕はだから IP o したいって、まあ、何でもなんだけどさ本を書きたいと思ったら本の世界はどういうもんなってて現実的に今何が起きてて。 一般的にはどうなってて最先端は何なのかって分かってその最先端からリソースを取るしかないじゃん。うん、だからこれ彼が言ってるように IPO したいんだったら IPO ってそもそもどうなの、はい、しかも2年前に IPO あった人の話は今嘘だからね。というか現実じゃないから。うん、要するにその正式社会的に見た時に一番変化が激しいのは一番儲かるところだから。ってことは製造業の1ヶ月と IPO の1ヶ月って10年ぐらい違うから。 最先端、うん、昨日の話は今日変わってるっていうさ、だからそこに行く以外に、多分ないんですよね。うん、だから、まあ、なるべく大勢の人に会いながら、はい、その本当のコアのところに、もう無理やり入れてもらうしかないから、うん、うん、ガッツを出して、そういうことですね、うん。常にそこの一番上のとこだけってことですよね、先端そう。移動している最先端にくっついていかなきゃいけないんですよ。 ししかも最高のの速さで移動してんのだからビジネス界を引っ張るのがそこが一番初めに引っ張ってってその後ろにいくつかの会社があって大企業があって、うん、その後ろにもうおびただしい数の中小企業がいるって考えた時にさこの速度ってさ会社でいうと経営者の速度と現場の速度がものすごく同じ1日なんだけど広がっていくわけよ。<laughs> だからその中で本気で昇進しようと思ったら、はい、経営者の速度に合わなければいけないですよね。そう,ねそういうのが IPO の会社なんよ。わ、はい、かるだから、なんかそこのピチピチ感のところに生で入っていくっていう覚悟を決めて、覚悟必要ですね、うん、それも見つけて、ついてって、かつもっと早いとこがあったらそっちに飛び乗ってみたいな感じでどんどん行かないとよねだから、まあ、そういう意味では、あなたが思って入った会社は、 まあ厳しい言い方すると本物の IPU の会社はなかったねってうことですね気づいたのでこれからですねまあそうだね石原明の経営のヒントプラス今日は第414回でした石原先生ありがとうございました、はい